ディズニーパーク、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート・エイプコット日本館。日本館は、アメリカ合衆国フロリダ州の、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにある、ディズニー・パーク、エップコットの、ワールド・ショーケースの一部である。パビリオンは、アメリカン・アドベンチャーとモロッコ間の間に位置している。日本館は、ワールド・ショーケースの元からのパビリオンの一つで、1970年代の終わりには計画されていた。 パビリオンには多くのアトラクションが提案されており、ショーの建物も作られていたが、未使用のまま終わった。ミート・ザ・ワールドは計画されていたアトラクションの一つであり、東京ディズニーランドに以前あったミート・ザ・ワールドと同じようなアトラクションであった。しかし、映像に使われるであろう、第二次世界大戦の描写が多くの退役軍人の反発を生むことを恐れたため、破談になった。 オープン直前だったので、建物や回転台は建てられていたが、使用されずに終わった。また、何年もイマジニアは、ディズニーランドのマッターホルン・ボブスレーに続く屋内、ジェットコースターを計画していた。しかし、テーマは、日本の富士山だった。富士フィルムは、1990年代初めには、スポンサーになりたかったが、エプコットのスポンサーであり富士フィルムのライバル会社でも、 あるコダックが、その申し出を断るよう、ディズニーを説得した。マッターホルーンは、後にディズニーアニマルキングダムパークの、エクスペディションエベレストで設計に使用された。他に、ゲストが新幹線を模したライドに乗り、窓に映る日本の景色を楽しむ、サークルビジョンというアトラクションも計画された。列車は、地方を走る列車のように揺れることも考えられた。日本館の東日本館は、 庭を囲むパビリオンから構成される。庭の入り口は日本風の塔が特徴となっている。鳥居がパビリオンの前の水上に立っている。この場所は日本の池、庭園でいっぱいになっている。庭の奥には堀のある日本の縄文があり、日本の文化の最先端を展示している。エプコットの日本館から見たショー、イルミネーションズ、リフレクションズ・オブ・アース。ありがとうございます。